どうも、こんばんは。東ゆうきです。この度ですね、10分間、東ゆうきの独り言という題で、僕が、約10分弱、ただ一人でひたすら喋るという、ちょっと企画をやることになりました。キャプテンのね、丸山さんから、ちょっと直々に、YouTube、何でもいいから撮ってきてと言われまして、ちょっと何撮ろうか悩んでた時に、ちょっと10分ラジオみたいなのやったらいいんじゃないかみたいなのをちょっと提案していただいたので、今回ちょっとやってみようということで、記念すべき第1回目となります。ちょっと不安はかなりあるんですけども、頑張っていきたいと思います。本当に今一人でやってるんで、ちょっとこれから何話すか、ちょっと今から話すんですけども、ちょっと合いの手がいないのはなかなか厳しいなっていうのはちょっと ありまして、ちょっとね、なんか笑ってくれる人とかね、なんかそのうなずいてくれる人が近くにいてくれればすごくやりやすかったんですけども、 でも実はつい先日ですね、丸山さんの実家のある綱島の方に行ってきて、そこの近くの公園で、ちょっと野球をね、久々にやったんですよ。4人ぐらいで。久保っちと、木本、モッティと。で、4人で、ちょっとやりまして、すごいね、体を動かすのね、その時久々だったんですよ。外出自粛でね、もうみんな多分外出てなかったと思うんで、すごい、会うのも久々だったし、で、何より僕に関しては、仕事もその期間なかったんで、電車に乗るのも、もう本当に久しぶりで、気づいたら、やっぱその電車、もう2ヶ月近く乗ってなかったんで、なんか、意外とちょっと新鮮というか、久々に電車乗って、はい。なんか、ね、皆さんなんか、電車乗ったらマスクしてるし、で、しかもなんか座席の間隔すごい空いてるから、なんかちょっと変わったなとか思いながら、見てて。で、公園着いて、で、4人で、野球、最初ちょっとね、軽くアップでサッカーみたいな感じのことやって、野球やってっていう風にやりまして、すごいね、テンション上がりましたね。久々に体動かしたんで。もうドロンコですよ、ドロンコ。ドロンコでね、遊んでね、近くにね、ちょうど同じ公園内に、なんか高校生とか大学生ぐらいのね、4人組いたんですけども、もう本当その子たちが引くぐらい、はしゃいでやりましたよ。もう、一番多分あの公園ではしゃいでましたね。はい。で、その日頃楽しかったんですけども、帰りね、ちょっと、帰りに、木本に、車で家まで送ってもらったんすよ。はい。送ってもらうことになったんですけど、ちょっとね、僕がちょっとイージーミスをね、してしまって、先ほども言ったように、もうほんと体中ドロンコで、もうなんとか土は払ったんですけども、ちょっとね、やっぱりね、汗もめちゃくちゃかいてたんで、本当に、汚ねえなってことで、ちょっとモッティには申し訳なかったんですけども、十分気をつけるんで、乗せてくださいっつったら、いいよとは、いいよとは言ってくれたんですけども、すげえ嫌そうな顔されちゃって、そりゃそうだよなとは思いながらも。で、しかもなんかベンツもなんか、黒から白になんかモデルチェンジしてて、あれなんか、ちょっと新しいやつじゃんみたいな感じになって、ちょっと僕もテンション上がっちゃって、なんかやっぱ、なんですかね、この真っ白なものは汚したくなるじゃないですけども、ちょっとなんかそういう変なスイッチが入っちゃって、実はちょっと木本の車に、そんな大したあれじゃないんですけども、ちょっとね、俺のなんですか爪痕みたいなのを少し残して帰ったんですよ。っていうのも、僕着替え全く持ってなくて、替えの靴下だけ持ってたんですけども、とりあえずその車に乗る、助手席僕乗るってなったんですけども、助手席に乗るときに、その助手席と後部座席の
そのドアの隙間あるじゃないですか。あそこの、その隙間のところに最初、こう、背中でね、もたれかかってたんですよ。ドア開けて。で、もたれかかったら、なんかちょうどね、その、ケツのその割れ目のところに、ちょうど何かがフィットしたんですよね。この縦のラインで。ちょうどうまい具合にフィットして、そのまま押し当てて、こう上下にこう、スーってね、運動、動いてたんですよ。でも、僕のケツはもうその時も汗まみれで、ほんとびちゃびちゃだったんで、めっちゃ多分すげえ臭かったと思います。だから、ちょうど多分助手席と後部座席のドアの隙間のところは、多分俺の汗の匂いが、俺のケツ汗の匂いが多分すると思うんで、次助手席に乗る人はぜひちょっと嗅いでみてください。はい。で、東京のね、渋谷まで送ってもらったんですけども、ちょっとね、乗ってる途中でね、ちょっとなんか、うんこ行きたくなっちゃって、これはね、わざとじゃないんですよ、本当に。ケツを押し当てたのはわざとですけど、うんこしたくなったのは本当にたまたまで、うんこしてえなーってなっちゃって。で、まあ、その、ギリギリまでちょっと我慢して、本当に耐えらんなくなったら、ちょっとやばいっつって、下ろしてもらおうって思ってて。で、すっごい我慢してたんですけども、結構この、なんすか、波があるじゃないですか、うんこ我慢するときって。あ、やばい、来る、来る、来るってなって、スーって引いて、うわ、危ねえっていうのを繰り返してたら、その、なんすか、波がちょうど来たときに、あ、耐えたと思ったら、そう、なんか、ガスが漏れちゃって、そのまま。身じゃなくて。で、まあ、その、漏れたガスが、まあ、その、すかしっぺですよね、いわゆる。すかしちゃって、まあ、でも、うまい具合に匂いはしてなかったんですよ。だから、その証拠に、木本も気づいてなくて、俺多分2回、3回くらいしたのかな、確か。助手席で、ちょっと、こかしていただいて。まあでも、その多分ね、うまく臭くない音を立てない、いい屁をこいたんで、ちょっと、まあしちゃった事実はあるんですけども、まあちょっと木本には許してほしいなと思います。前のね、ベンツでね、大音量ですっげえ臭い屁こいてたやつがいたんでね、そいつに比べればね、まだ僕なんてね、可愛い方だと思うんでね。ちょっとお許しいただければなと思います。で、渋谷まで、ね、送ってもらって、で、そのまま家に帰ろうとしたんですけども、まあちょっと久々にね、外出て、で、しかもその日すげえ暑かったんですよ。すげえ暑くて、ちょっとこれはアイスでも買ってないとやってらんないなってことで、帰りにコンビニで、本当に結構久々っすね。アイス大人買いして、もうパルムとか、ガリガリ君とか、もういろんな多種多様なアイスを、カップアイスとか、もうそういうのもいろいろ買って、5、6個ぐらい買ったんですかね、確か。買って、で、家帰って、もう早速、アイスなんで、その場で食ってやって、で、もうやっぱアイスって、ちょっともう食い出すと、やっぱ止まんなくなっちゃってね、もう次から次へと胃の中へ入ってって、気づいたら、その日買ったアイス全部食い終わっちゃってて、まだ夜飯も食ってないのに、ちょっとお腹満たされちゃって、ああ、やべえなーなんて思いながら、ちょっと夜をちょっと今日遅らせるか、なんて考えてたら、ちょうどその、なんすかね、30分ぐらい経ってから、まあ案の定、本当に、お腹痛くなっちゃって、もうギルギルっす、もう。急いでトイレ駆け込んで、パンツ脱いで、便座座ったら、もう本当に、なんすか、もう滝ですよね、なんかもう。苔じゃないんですよ。もう滝のようにね、流れてきて、ジョバジョバジョバって、ジョバジョバジョバって、もう滝のように、うんこ流れてきちゃって、汚ねえと思いながらも、で、しかもそのなんか液体の中にちょくちょく固体が混ざってて、で、その勢いがすごいから、固体もすごい勢いで出てくるんですよ。だからなんかもう痛くて痛くて、で、もう最終的に、もう本当に、血便みたいな感じになっちゃって、その日の夜はもうほんと一日中ケツの穴痛くて痛くて、もうしょうがなくて、そのまま眠れない夜を過ごしたっていう。 はい、まあまあ、要は多分あれですね、今日この日は多分ケ
ケツ関係でちょっといろいろバチが当たってしまったんでしょうね。人の車にね、ケツを押し当てたり、屁こいちゃったりしたっていうのが。っていうので、まあちょっと、モッティ、正式にね、謝罪させていただきます。本当に。どうしましょう。というわけで、本日の第1回目の放送終了となります。ありがとうございました。バイバイ。